韓米科学協力センター、カスコは、米国と韓国の大学間で様々な量子研究プロジェクトを推進するため複数のセンターを発表しました。具体的には以下の通りです。韓国科学技術院のセンター、ニスとシカゴ大学との量子エラー訂正センターを設立。理科女子大学、リューク大学と共同でイオントラップ量子コンピューティングセンターを設立。高麗大学、 カリフォルニア工科大学と共同でスピン量子コンピューティングセンターを設立。エンタングルメントベース量子ネットワークセンター韓国標準科学研究院、イリノイ大学アーバナシャンペーン校との共同研究。韓国科学技術院、ハーバード大学と共同で量子リピータセンターを設立。 高麗大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、マサチューセッツ工科大学と共同で量子センシングセンターを設立。さらに、シカゴ大学プリツカー分子工学部の二人の教授が、量子エラー訂正センターの設立を共同で主導するために100万ドル、約1.4億円を授与されています。また、先週、ワシントン DC に、 韓米漁師技術協力センターが開設され、両国間の漁師プロジェクトの支援に乗り出しました。この活動については、シカゴ大学のホームページに掲載されたプレスリリースと、コリアタイムズのホームページに掲載されたニュース記事を参照してください。